え？何？うどん食べたい。食べに行ってもいい？今から来るの？いや今からちょっと行けない。いや今からじゃないの、無理よ。今から？うん、で今からだってあの愛知県って広いんだけど、どこに行けばいいの？新幹線でどこまで行けばいいの？名古屋？言えないの？詳しいことは言えないの？名古屋なの？じゃあ名古屋で降りればいいの？いやそういうことは言えないよ。だからもうそこにいないよ今日は。もうじゃあ、うん、地震来たってどこ？来てないよ。地震来てるってよ。どこ来てない。大丈夫？東京揺れてる？ちょ待って、ちょっとニュース見るねえじゃん。どこ？山口？大丈夫っす？地震が多いね。昨日は石川県で、今日は何？山口？あのさ、震度5ってやばくない？嘘でしょ？気をつけてくださいね、リスナーさん。本当なの？うん。震度 6？ でかくない？どこ？ない？みんな地震って変なコメントに騙されてるって。ない地震ない。今ニュース地震速報来てない？来てない。あ、来てない。テレビでもない、うん、あ、ないテレビでもない、うん、テレビでもない。あ、大丈夫？大丈夫よ。じゃあ嘘だ。来てないの？嘘のコメントを、うん、いや結構地震って連投されると、あ、地震だなってなっちゃうね、やっぱり。中田くん、うん、こいつをどうにかしろよ、本当にね、中田くん。ねえ、今日パルト何？パルト、あれ、マージャン。で、中田くんがしっかりしないから中田くんが悪いってことでいいの？あなたは中田くんのせいにする？え？あ、だって中田くんのせいにする？いや、会長全然悪くないんで。会長悪くない？悪くないですね。まあそうか、うん、大変あ申し訳ございませんでしたってコメントしてるよ。うん、全然悪くないです。もう謝らなくていいです。悪くないよね、うん、ですよね、うん、あなたが謝るべきだからね、うんうん、いや中田くん、私ね、あ、まからね、ゼロ番くんと、クレイジーパピオセイジっていう人のね、説教係っていうことでいいですか、中田くん。うん、中田くん、どこ行った？うん、説教係でいいでしょ。お前が悪いことしたら私はめちゃくちゃ叱るよ。はい、うん、分かったか、はい、お前、うん、じゃあね。あ、ありがとうございます。もう二度と悪口言うね、お前。言わないです。いやでも こういう女はさ、ねえ、はめたいよね。エッチしたい。こういう強気な女をさ、ねえ、ぶち込みたいよね。黙らしたいね、ぶち込んで。エロそうだもんね。やりたくなっちゃった。エッチしたくなっちゃった。こういう強気の女をね、ベッドの中だとね、どうなんのか。あ、会長ドンチキャです。やりたい。ゼロワンさんってやったの？エッチしたの？萌えちゃんってエッチしてんの？兄弟になっちゃう？尺八が絶品？うん。ゼロワンやってないの？あ、やってないんだ。なんでやんないの？やりたくなんねえのかな、一緒にいて。やりたくなっちゃう。尺八はしてもらったの？なんですごいらしいって情報が。臭いらしい。どこが？あ、マンコが臭いんだ。あ、顔が？
あ、ブスなんだ。じゃあやんねえわね、やっぱり。マンコが臭くて顔がブスじゃねえ。ねえ、いくら尺八が上手くてもね、裾がなの。やだね。あ、生理だったの。マンコが臭いんじゃ。なんで臭いんだよね。不潔なんじゃね。あの、不潔が嫌だって言ってるけど、自分が不潔なんでしょ。やるだせ。お前悪口は言ってないけど、質問に関してなんていうことを言ってるの。ねえ、なんていうこと言ってんの。お前は本当になんだ。お前また悪口か。ねえ、おい。はい。で、臭くもないし、なんでやらなかったの。じゃあ臭くないんだったら、あの、直接嗅ぎに行ってもいいですか。本当に臭くないんだったら。やりたいの私と。やりたいです。やりたいです。キモいね、お前。うん、嘘でしょ。やりたいですね。中田くん、どうにか。須崎さん、どっちかです。なのお前は。私はやりたくないんだわ。会長も多分やりたいと思ってますね。多分やりたいんじゃないですか。会長、え、中田くんやりたいよ。やりたいと思います。私と、ええ、じゃあ中田くんと私はやるわ。お前はやらなくていいよ。俺は見てればいいんですか。え、何見るの。ええ、会長と萌えさんがエッチしてるとこ見ればいいんですか。俺はキモいな。お前考え方もキモいし、発言もキモいし、全部キモいな、本当に。ねえ、本当に。で、ええ、言っとくけど、私がやらなかった理由として不潔だから。ゼロワン君とやらなかった理由は不潔。あ、でも、あの、フェラはしたって聞いてますよ。してません。してないです。なんかフェラがうまいってなんかコメント来てます。すいません、あの、うまいけど、ええ、すいませんね、あの、不潔な人の、あの、ものは舐めれません。なのでやってません。あ、ダメなんですよ。はい、不潔な人は無理です。お風呂に入らないとか、そういう不潔な人は無理なんですよ、はっきり言って。でもエッチする前にお風呂入るでしょ。お風呂入らないよ。入らないの。うん、相手がお風呂入らせればよかったじゃん。で、いいんだけど、そんな話はもうどうでもいいんだけど、うん、え、私がやらなかった理由としては、うん、舐めなかった理由としても、うん、え、そうだけど、うん、え、お風呂に入ったりとかちゃんとしないと不潔なやつは無理なのよ、うんうん、まず、うん、で、あの私の話も聞かないで勝手にね、予想でそういう話をするのはやめてもらえません。あ、すいません。うん、すいません。わかった。はい、お疲れ。二度と言うなよ、お前。はい、俺は綺麗好きだからね。エッチしたいんだ。会長とエッチしたいって言ってますよ。名古屋行きますよ、会長。会長モテるなぁ。ねえ、やべえね。どうすんの。行った方がいいの、名古屋。行く？やらしてくれんのかね。やらしてくれんやったら言ってるんだけど、やらしてくれねえんじゃねえ。言ってみねえね。金見えてるのこれ。行く？マジで臭かった。え、トンチさんはエッチしたの？トヨタなんだ。なんでフェラーうまいって知ってんの。みんなしゃぶってんのこれ。リスナーさんしゃぶられてんの。
会いたい？え、エッチしたの？トンチさんエッチしたの？マジで？ドブの匂いしたの？マジで？いや、信じちゃうっすね。信じるのがアホなんでしょ、そんなもん。うん、うん、信じるのがアホで、あなたが、ね、あなたがそういう風に言うと、なんか私は臭いみたいな感じじゃん。うん、ええじゃないよ。なんか 声も臭そう、マンコが。ん？マンコ臭そうな声してる。うん、そうでしょ、あなただって声は変えれないでしょ。変えれますか、じゃあ声が。声は変えれますね。どうやって変えれるの？いや、あの声帯を締めたり広げたり。声帯を、なんだお前は、アホなのか本当に、うん、ねえ。どうでもいいけど、あのフェラがうまいってのが気になっちゃって、コメントでフェラがうまい人好きなんだよね。うん、うん、フェラが上手い人好きなんですよね。うん、どうでもいいんだよそんなことは。うん、で、中田くんこいつどうにかしてよ本当に。何なのこの人で、別に上手だけど、そんなものを得意げに上手いですって私言ったけど、聞かれたら答えただけで、予想でね、いろいろなコメントで、いろいろやらないでほしい本当に、なんか言わないでほしいね、こっちはこっちで、ね、で、まず私メンヘラでも何でもないから、はっきり物事は言っちゃうタイプだしね、本人に、そっちのはいいっすね、あなた顔はっきりしてて、ね、うん、いやでもあなたみたいな人ってモノハラするでしょ絶対。いや、しないですね本当に、うん、コメント欄の人に聞くけど、うん、じゃあこの人モラハラするかしないかちょっと教えてもらっていい？ね、中田くん、うん、この人モラハラするかをちょっと教えて。する？しません。する？しない？する？しない？する？どこ？あ、ちょっと待って、中田くんのコメントがちょっと流れちゃって。しないですね。しないと思い、ね、じゃあ中田くん笑ってるからするんじゃん。でもこういう気の強い人にはしないですね。気の弱い人にはしちゃうかもしれないですね。いや、ね、モラハラは無理なんで、はっきり言って、うん、無理よ、だからあなた無理よモラハラは。じゃあ付き合えないってことですか？付き合いたかったの？付き合いたい、付き合いたいです。まあ、おかしいのか頭が急に。ええ、頭おかしいね。中田くん、この人頭おかしいんだけど、どうすればいいのこの人は。何なのこの人、中田くん、どこ行ったの中田くん。まあ頭おかしいよね、やっぱり。あたおかですってことで、花にもらいました。ありがとうね。あ、会長、どんちきやつです。ありがとうね、花火ありがとうね。うん、ほら、花火くれたよ。ありがとうございます。ね、甘辛もくれたね。ええ、甘辛ありがとうございます。うん、そう、うん、お前ニヤニヤしてるけど、もういいや。なんか私もなの、中田くん。あ、会長どんちき、萌えちゃんなかなかあった。中田くん、萌えちゃんもなかなかあたおか。違うよ中田くん、違うんだよ中田くん。中田くんどうなってんの、ね、中田くん違うのよ、違うでしょ。お前クレイジーなんだからさ、パピオ、ね、クレイジーパピオなんでしょ、クレイジーなんだよ、はい。私のこと褒めてくれた、お前。会長と付き合う、なんかねえ中田くん、私と付き合おう。じゃあ中田くんが、ね、会長ご指名入りましたよ。いいなあ、萌えちゃんみたいなこと付き合いたいよ。私はでも、
普通にせあのめちゃくちゃ本当にあの物事はっきり言うよ、はっきり言うよ普通に、であの金儲けとか言ってる人いるけど、私お金で困ってないからね、はっきり言って、あのなんならお金で困ってないし、創価学会でも何にも入ってない、何にも入ってないし、まず、あのコメント欄見るとあなたってね、あの信用するでしょ、全部を信用するタイプと思うけど、私はね、あの何も入ってないでも、無宗教、無宗教で、あの普通に別にお金も困ってない、はい、だから私は配信やるときは、自分の推しの人に使ってください、私はアイテムいりませんよって言って配信してるからね、はっきり言って。じゃあもちろんペンギン枠、いやペンギンじゃないけど、ペンギンじゃない、タヌキ枠、いやタヌキにしたいからペンギンにしようと思ったら、あーそういうことね、できないのか、キツネじゃん、そう、キツネなのよ、だけどアイテムは切りたいんだけど、キツネだから、そう、アカウント出したい人もいるじゃん、あーなるほど、そうそうそう、だから私あのキツネ枠にはしたくないから、そうペンギンになると全部キツネになっちゃうからってことよ、そういうことっすね、でもアイテムいりませんっていう、でもあなたのお金を別に誰でもそうだけど、誰のお金も狙ってない、はっきり言って配信者の、で閲覧もあの別にどうでもいい、はっきり言って閲覧中でもないし、だからどうでもいいんだけど、あなたが閲覧中であれば、そのあなたの意向に沿ったそういうあの配信をするっていうだけの話だけど、私はね、私は配信つけないもん、そう、私は配信つけないもんだって、その。じゃあ萌ちゃんち言ったら僕の枠でやってもいいんですか、ずっと。そりゃそうでしょ、だってゼロアンクもそうだったし、私ゼロアンクもそうだったし、私一回も配信つけてないよ。あ、ありがとうございます。じゃあ今度じゃあ行った時に枠つけさせてもらいます、あ、無理です、あなたが来ないから。いや行きますよ。いや来なくていいですよ。なんで？行きたいの。行きたいです。なんで来たいの。いや会いたいですね、うどん食いたいですね。うどん中田くん、え、名古屋来なって言ってるよ中田くんは、行ってもいいんす、おかしいだろ今から。いや今からだとあの麻雀上がるんで、それがどうなるかですよね。知らないけど、お前やりたいだけだろ。もうやりたい、やりたいが一番ですね。うどんは二の次っす。あなたって痩せてる人は好み、ね、痩せてる、いや穴があったら誰でもいいっすね。いや太ってる人はじゃん。いや大丈夫っすよ、贅沢言ってらないっす。80キロとかもできる、いけるっす、今だったら。そう、私ガリガリだけどね。あ、全然ガリガリでも太ってようが何でもいいっす、穴があったら誰でもいいんだったら、そういう穴があったら誰でもいいっていう考えであれば、私は、あのお断りします。はい、なんでなんですか、お疲れ様です。なんでなんですか、はい、なんで？いや誰でもいいんでしょ。誰でもいい。あ、でも萌えがいいっすね。いやいい。萌えがいい。いい、そういうの。あとから私が言ってからそういう風に答えるな。なんかね、最初はこいつなんだこのババアと思ったんですけど、なんかだんだん好きになっちゃったっすね。もういい。声聞いてた。なんか落ち着くっすね。いい。いや本当に。いや、お前は口だけでは合ってるから、はっきり言って。いやそんなことないですよ。いやそんなことない。中田くん、この人どう思う？じゃあ中田くんに聞こう。ね、中田くんに聞いた方がいいんじゃない？やっぱり。中田くんに聞こう。中田くんどう思う？セイジは素敵な男性です。嘘
でしょ、嘘でしょ、セイジは本気、どっちか書いちゃうです、本気なんです。なんで、セイジ本気じゃないでしょ。本気です。だから萌えちゃんが証明させてよ、萌えちゃんとエッチしたら別れたって証明になるでしょ、エッチさせてよ、私が、うん、証明してよ、それで誠司さんとエッチしましたって。いや、そんな全く面識も、あ、そんなこともない人と私にエッチできない、あ、入っちゃった、いいんすかじゃなくて、ちょっと待っていいんすか、あ、じゃあ1回会えばいいんじゃないですか、1回泊まって、だあの初日はエッチなしで2日目にエッチすればいいんじゃないですか。なんで2日目なの。じゃあ、まあ、萌えちゃんの心が許すまで一緒にいて、あ、この人だったらエッチしてもいいわってなったらエッチすればいいんじゃないですか。またそれ約束するパピオ、中田君おかしいでしょ、そんなパピオ予約制なの。え、あ、予約してんの。うん、予約なの。うん、でさ、くるちゃんと何かしらあったらしいじゃん。くるちゃんと会った俺が、なんか何かしらあった。あ、昔ね、昔ね、前ね、何年前、2年ぐらい前。あれ、それはどう。え、それはどう思う。だって俺2人で会ってないよ、クルちゃんと。あの、ゼロワンと一緒に住んでる時にお家の遊び行っただけだよ。あ、そう、うん、あとはキャスバーとかにいてたまたま偶然会ったとか。そうなの。うん、だからクルちゃん嫌いなの。いや、あの、昨日嫌いになった。昨日嫌いになった。エッチはしてないよ、俺、クルちゃんと。みーこさんの話で、うん、その、なんていうの、あの、まあ、たまたま見た時がみーこさんの話だったんだけど、みーこさんの犬が、ペットがだよ、ペットが、犬のペットが、ね、ペットの鳥を食べたと。食べたというか、甘噛みしちゃったらしいよ、詳しく聞いたら。甘噛みして、あの、死んじゃったみたい。だから食べたわけじゃないんだって。ブルドッグが自分の飼ってるインコがね、ちょっと甘噛みしちゃった、じゃれて甘噛みしたら死んじゃったんだって。だからそれは飼い主の責任でしょ。まあまあまあ、それでもトイレ行ってる時でしょ。トイレ行ってる時でしょ。しょうがなくない、それは。じゃあお酒だって、お酒を取りに行ったの。あ、お酒取りに行ったの。うん、あの、ミーコは嘘つきらしいから、うん、間に、そのペットが仲いいと思ったらしくって、それで、あの、仲良くなかったのに二人一緒にしちゃったみたいな。それで、食物連鎖だっていう発言を聞いて、まあ、でも擁護してたんだけど、ずっとね、擁護してたんだけど、話聞いてあげて、誰お前で、それで無理だわ。挨拶して。はい、お疲れ様です。萌えさん。萌えさんです。うん、萌えさん。こんばんは、はじめまして、小太郎です。はい、はじめまして。はじめまして。今、はい、白壁に来ました。イケメンなんだから、はい、顔を見せないんだ。イケメンなんだから。はい。え、顔を見せないんだ。はい。もっと前に。イケメンなんだから。小太郎です。もったいない、もしかもったいない。中田くん、顔をね、出さない。誰なのこの人。中田くん、小太郎です。中田くん、この人誰。中田くん、どこいるの。中田くん、中田くん、もうイケメンなんだから。誰、小次郎くん。小次郎なの。もっと顔をね、こじってるの、あなた。こんばんは、イケメンさん。初めまして。誰なの。中田くん、小太郎です。俺の弟子。自転車で埼玉から来ました。埼玉、うん、あ、はいはい。
はい、もう知らないよそんなものは。小太郎くん、俺の弟子。弟子いたの？うん、弟子頑張ってんだよ。弟子がいるの？待ってます。あ、そうなの。小太郎、あ、じゃあ頑張ってね。ふわっちで、まあまあイケメンだと思うよ、この。そうですか。うん、ありがとうございます。応援してあげてください。あ、イベントやってる？はい、あの、小太郎くん今イベントやってて、あの、もしよかったら無料アイテムお願いします。20、26人で頑張ってるんですよ。あの、自転車で埼玉から新宿まで来てくれて。ちょいちょい実するのやめた方がいいよ、26人。もしよかったら小太郎くんの枠に、あの、無料アイテムお願いします。アカウント名小太郎、虎に太郎です。お願いします、皆さん、もしよかったら。あ、花火来た、ほら。おお、ありがとうございます。31号さん、ありがとうございます。キツネ役なんで、トラ太郎、お願いします。悪いぞ、お願いします。もしよかったら無理アイテム。政治悪いぞ。え、政治悪いぞ。26人でやってるとか、あ、皆さんありがとうございます。あの、なんかディスってるよ、ちょいちょい。本当に、うん、あの、閲覧とか関係ない、ない人はさ、うん、そういうのは頑張ります。言ってるじゃん、そういう風に。会長、会長、会長、花火ありがとうございます。ありがとうございます、会長、ありがとうございます。じゃあ、小太郎くんのところにね、行ってくださいね。はい。あ、ハートは中田？中田くん、ハートは欲しい。こっちはいいから、こっちに。中田くん、ちゃんと挨拶。ありがとうございます。10倍挨拶です。ありがとうございます。誠司さんから、ありがとうございます。ありがとうございます。萌えちゃん、何言ってたの？ピンクのバラ、ありがとうございます。萌えちゃんだからさ、中田くんさ、あの、どうすればいいの？これは。あそこの中田くん来ました。どうすればいいの、中田くん。イケメン、ありがとうございます。マスコット、ありがとうございます。顔出す、何目だけじゃん。顔出さないで、政治を言葉にさせてよ。イケメンなんだから、はい、こう立てて、はい、なんなの、ね、顔で売らないと、ね、トークできないんだから、いい、顔で売らないと、ね、やっと終わった。ハート、ありがとうございます。イケメンなんだから顔で売らないとね。めちゃくちゃイケメンでしょ、小太郎くん。あれ、西成から来たの、大阪の。あ、今兄貴の、うん、あ、また埼玉来、結婚式なんで。あ、埼玉来てんの、はい、夜行バスで昨日来ました。夜行バスで大阪から来たんだって。あ、ありがとうございます。小太郎くん応援してあげてください。ありがとうございます。誠司さんから、ありがとうございます、ね、なかなか目が出なくてね、イケメンなんだけどね。もうふわっちやめようかなとか言ってて、それ見てたんですよ、配信。やめることないよって言ったんですよ。誠司さんから、ありがとうございます。ええ、頑張れ、頑張ります、ね、頑張ってね、イケメンでしょ。もう変われるしかないよ、ね、身長がちっちゃいね。あ、そうでもない、俺と同じぐらい、170ぐらい。そうですね、誠司さん170ぐらい、175ぐらい。誠司さん追いかけて来てくれたもんだから、はい、俺に会うために埼玉から自転車で来たのよ。自転車で。頑張れ、ありがとうございます。頑張ってね、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。萌えちゃん、何だって、何か言ってた。あ、誠司さんが、ありがとうございます。何だって、2時間もかかったの、すごいね。なんて、西成から来てないの？あの、大阪から夜行バスで来て、埼玉まで行って、埼玉から新宿へ来てくれたの、自転車で。あの、ここに自転車あるの、これで来てくれたの、これで、うん、泊まりに来いって言ってた、マジで。あ、マスコット、ありがとうございます。あ、仲良くしたいの、マスコット、ありがとうございます。ねえ、ふわっちもったいないよ、イケメンなのに。抱いてって言ってた。ありがとうございます。ここから頑張んないと。はい、頑張ります。ふわっちの飯食ってるでしょ。はい、すいません、ギリギリで。頑張ってね。はい、ありがとうございました、うん、明日行く、名古屋会ってくれんのかね。マスコット、ありがとうございます、うん、オーディオで会ろうと思ったんです。なんで萌え電話してきたか分かんない、いきなり。あ、寂しいのか、ゼロワンがやってないから、だから俺にカマチョしてきたのか、うん、あ、フォローありがとうございます。あの、フォローもしてあげてくださいね、小太郎くん。フォローありがとうございます。
いつ帰るの大阪。月曜日です。月曜日。あ、じゃあ1週間はいるわ。ねえ、頑張りやって言ってるよ、みんな。頑張ります、うん。これ有料アイテムと無料アイテムの違い分かるよね。はい、大丈夫です。はい、誠司さんから。おー、おい、大花火ドンチキやるです。ありがとうございます。ドンチキやるです。あ、社長だよ、社長。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらの画質が綺麗、マジで。フォローしました、ありがとうございます。ありがとうございます。飯込め虫、飯、飯、飯、どれ、飯ってどれ、飯汚れないよ、どういうこと。ドンパチ、ご飯も連れてってあげろよ。いや、ご飯はね、これからね、パルちゃんと麻雀が今ね、LINE 来て、はい、マルコさんと打てることになって8時半からラーメン行こう、9時から麻雀だって。8時半からラーメンだった。うん、マルコさんいるとやっぱ配信できないじゃんねえ、あのイベント中だし。じゃあ麻雀はサンマだから。お、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。5倍です、5倍です、ありがとうございます。はじめまして、ありがとうございます。うん、頑張ります、ありがとうございます。小太郎だ、あの虎に太郎です、はい、虎に太郎、小太郎。俺がね、名前改名させたのよ、はい、最初ね、せいじさんにつけてもらう変な名前でやったの。きた、きたろうだっけ、きたろう、無職の帝王、無職の帝王、きたろうとか言ってて。あ、バッチルーム、ごめん、ありがとうございます。特命さん、名前変えなってたの、売れないから。分かりやすい名前の方がいいよって、はい、うん。あ、須崎さんがファンタ投げてくれるってよ。え、本当ですか、マジっす。いいのに、そんな。バッチルーム、あ、ありがとうございます。ファンタ来るってよ、はい、須崎さん、これ狐役だからあれだけど、マジっす、ファンタ来るってよ。本当に、ありがとうございます。ファンタ来るってよ、須崎さん、マジっす。マスコット、ありがとうございます。フワッチルーム、ファンタ来るってよ、マジ。いつ来んの、本当。マスコット、ありがとうございます。どこ、来ないよ。まだ来ないやん。見てごらん、頑張って。あれ、いないな。ありがとうございます、特命さん、ありがとうございます。須崎さんいないわ、来ないわ。あん、マスコット、ありがとうございます。あ、検索してんのよ、見つかんねえのかな、検索してんの。もう来るかもしれない、でも来るかもしれないよ。アイテム買ってる、待っとけ、すいません、待ってなきゃね。あ、焦っちゃダメ、こういう時は。うん、狐役だからね、狐役すぐ見つけると思う。来るってよ、ファンタスティック、ほんとかね、来る。うわー、お前が、お前がアラブの石油王、ビルゲイス、ソフトバンク、ソーマサチ、今夜お前トップ1、スザクがいないとやっていけない、ペガサス、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと確認して。はい。あ、スザクさん投げてくれた、100個。本当にありがとうございます。ありがとうございます。マジで投げてくれた、ありがとうございます。すごいね、頑張りな。はい、頑張ります、ね。じゃあ俺ちょっとあの抜いてくるから、はいはい、あの俺配信切るから、はい、頑張りな、あの、はい、もしよかったらあの小太郎さんの枠行ってください。小太郎さんの枠に僕配信終わるんで応援してあげて。すいません、お邪魔しました、うん、ありがとうございます。マスコット、ありがとうございます。で爪と残して帰って、はい、ね、抜いてくるじゃん。じゃあ終わります、ちょっと、ね、抜いてくる。マスコット、ありがとうございます。小太郎さんの枠5倍。